エマニュエル・ドゥボスは、パリ近郊、ピュートー出身のフランス女優。母は、トリュフォーの、逃げ去る恋に、弁護士役で登場した女優マリー・アンリオ・マリエ、ヘンリアウ。父は60年代に、俳優活動もしていた、ジャン・ミシェル・ドゥボスジーン、ミヒエル・ダ・ボース。母が出演したジャンヌ・モロー監督作、ルミエール・ルミエールの撮影現場を見て、女優になる決心を固める。その後、 同作の出演者、フランシス・ユステールの教えるフロラン演劇コースで演技を学ぶ。1984年、アビニョン演劇祭オフ上演のクラウスマン原作、アリアーヌ・ムヌーシュ・キン・キ版、モフィストで初舞台を踏む。翌年、ルノーバ・バローザでユステール主演、演出によるコルネイ作、ルシットレ、シドの死生字役でパリの演劇界にデビュー。その後、 ユステールの監督作、オンエイボレ、チャーリー・スペンサーの胸を出した、女性役で映画初出演。2002年、ジャック・オーディアールのリード・マイ・リップスで、セザール賞主演女優賞を受賞。フランス映画祭へは、2005年の上映作、げを剃る男と、ザ・ビート・ザ・ト・マイ・ハート・スキップと、公開題名、真夜中のピアニストのゲストとして、2015年は、団長として来日している。 ありがとうございます。